薬師寺旧近藤、薬師三尊。薬師三尊は仏教における仏像安置形式の一つである。薬師如来を中村とし、日光菩薩を左脇地、月光菩薩を右脇地とする三尊形式である。なら、薬師寺の近藤本尊像は、日本における薬師三尊像の恒例であるとともに、最高傑作の一つである。薬師寺像のように中村を、 座像、脇地を立像とするのが一般的だが、法竜寺大光銅像のように、中村、脇地もに座像とする場合もある。日光菩薩、月光菩薩は、薬師業に薬師如来の浄土である、東方瑠璃世界の主要な菩薩であるとして言及されるが、薬師如来の脇地として像像される以外に、日光菩薩、月光菩薩単独での信仰や像像はないといって、良い。 日光菩薩は、千もの光明を発することによって広く、天下を照らし、そのことで諸の根源たる無明の闇を滅人するとされ、月光菩薩は、月のような清涼をもって、主上の生死煩悩の消熱から離れるという意味がある。図像的には、日光、月光菩薩がそれぞれ日輪、月輪を持つ例が多いが、なら、薬師寺金道像のように、古い作例では持ち物のない場合もある。 なお、日光、月光菩薩が、薬師如来以外の像の脇地になっている場合もある。和歌山、道成寺の本尊千寺観音像の脇地が、日光、月光菩薩と呼ばれているのはその例である。なら、東大寺北家道本尊福建作、観音像の両脇に立つ、祖像日光菩薩、月光菩薩像は、天平彫刻の名作として著名であるが、本来の像名は不明で、 当初から日光月光膨札として増留されたものではないようである。ありがとうございます。